行く。って、あれ？いないね。本当だ。それにしても、相変わらず何もないし静かだね。だね。真冬はよく来てるみたいだけど、落ち着くのかな？さあね。っていうかどうする？ミクがいないんじゃ相談も何もできないんだけど。じゃあ気晴らしに歌っちゃおう。え、歌？そう、歌って気分転換すれば作業で行き詰まってた僕たちにもいい感じのアイディアが降りてきちゃったりして。はあ、まあ何もしないよりはマシかもね。決まりだね。じゃあ早速やろっか。今ならいいアイディアが出そうな気がする。よし、戻って作業の続きしよっかな。じゃあエナ、またナイトコードで。真冬、やっぱりこっちに来てたんだ。そろそろ25時。ミクの声が聞こえる。うん、どこかで歌ってるみたい。悲しい感じの歌だね。でもどうしてかな、ちょっとだけほっとした気持ちにもなる。奏ではそういう風に感じるんだね。私はわからない。真冬、あなた、真冬、いらっしゃい。ミク、ちょうどよかった。さっきの歌もう一度歌ってくれないかな。とても素敵な歌だったから。ありがとう。で、それなら一緒に歌わない？え、かなでと真冬と一緒に歌いたいな。私は、真冬はどうする？どっちでもいい。それなら、うん、ミク、一緒に歌おう。うん。
ありがとう、ミサ。私も一緒に歌えてよかった。真冬、奏、いつでも来てね。うん、また。じゃあ、またね、ミク。世界で待ってるよ。